まだ読んでるの？だってさ、いや、俺は全然手伝えなかったけど、立派に育ったなって。ありがとうな。半分か。うん、ありがとうな。いや、そうじゃなくて、私の人生、今、40歳。おい、マジか。あと1ヶ月も自宅待機かよ。もうふざけんなよ。ああ、もう。りょうちゃんママ、終わりました。はい。りょうちゃんママ、今日カレーですね。食べていきます？いえ、私ダイエット中なんで。これ以上ナイスバディになってどうするんですか？じゃあ、また。はーい。さわさわ子、リオちゃんママ。バカみたい。なんかやりたいこととかあんの？え？ほら、人生残り半分って。ああ。旅行とか？まあ行けないでしょ。趣味とかさ、うん、っていうか、離婚したい。え？で、どう？そっちは落ち着いた？まだまだだけど、でも楽しいよ。うん。で、どうする？うん。だからさ、なんか思っちゃって、あの、2分の1成人式の日。うん。私の仕事終わったなーって。いや、まだあるでしょ。あるんじゃないの？はい、結婚して、出産して、子育てして、友達にも親にも誰にも文句を言われないくらい普通に、ちゃんとやったなーって。ミッションコンプリートしたなーって。はぁ、あ。あなたとリオと、あと10年、あの部屋で暮らすっていうのももちろんありだとは思うんだけど、人生の折り返し地点だなって思ったら、もう一回ワクワクするような人生2周目チャレンジしてもいいのかなって。なんか名字も名前も会話もだんだんなくなって、自分っていう存在がどんどん小さくなってく気がして、あー、このままじゃ消えちゃう、私の存在っていうか私そのものが消えちゃうって思ったんだよね。もしかしたら外に出たら超楽しいことたくさんあるかもしれないし、資格もあるからさ、また仕事してもいいなって思ったし、テレワーク楽しそうだったし、もしかしたら恋だってするかもしれないし。うちでだってできるじゃん。それは不倫になっちゃうじゃん。いやいや、仕事の方ね。あなただってまた何でもできる人生が来るってことよ。ワクワクしないの？まあしないことはないけど。じゃあいいじゃない。
いや、リエはどうすんだよ。大丈夫よ。あなた言ったじゃない。10年間育ててくれてありがとうって。成人までの半分の期間をほとんど一人で育てたのよ。残りの10年はあなたに任せるわ。あなたのこと信頼しているし、あの子意外と強いし。まあそうだけど。問題ないでしょ。仕事も家でできるでしょ。まあできるね。子育て結構楽しいよ。一緒に料理したり買い物行ったり。いや、まあまあまあ、君の言うことはわかるけど、でも、なんかいいのかもな。このままダラダラ生きていくより。でしょ？ワクワクしてこない？俺もピアノ始めてみよっかな。あの先生可愛かったし。あの子、彼氏募集中。冗談だよ。まあ、ちょっとやってみるか。新しい生活様式。いや、そういう意味じゃないと思うんだけど。届いたよ。うん。返信用封筒入ってたでしょ？住所書いてあるからそこに送って。うん、その資格は。まだ迷ってんの？そっちは？もう仕事決まったよ。看護師。今どこも人手不足。もう決まったの？楽しいよ。大変だけど。そっか、まあそうだよな。そっちは？いいニュースと悪いニュース。ん？じゃあ、いいニュース。千尋先生と、デートすることになった。来週。おー！いや、俺もピアノ始めてさ。まあ、それで、なんとなく。悪いニュース。やっぱりリオは離婚に反対だってさ。まあ断固反対ってわけじゃないんだけどさ、女親がいないってのが不安みたいで。もう少し話してみるわ。いいニュースがうまくいけばいいね。え？どこ行くの？デート。え？多分だけど、スペインのさ、ビストロ。ああ、あのパエリアの？ああ、そう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 。だったらさ、あっちの安部の方がいいんじゃない？初めてのデートだぜ。あのくらいの若い子は、ああいうとこ行き慣れてないし、一人じゃ入れないから嬉しいと思うよ。そうなの？うん。私だって、あそこ連れてってもらったとき嬉しかったもん。なんか、サワ君のテリトリーに入った気がして。サワ君？水野さん。水野さん？懐かしいな。水野さん。サワ君。水野さん。絶対さ、安兵衛にしなよ。そっちの方が絶対嬉しいって。そう？まあ経験者がいるなら、うん、そうしてみようかな。うん。絶対うまくいくよ。いいニュースと、いいニュース。おお。まず、安兵衛デートはうまくいった。アドバイスありがとう。めっちゃ喜んでた。でしょ？また来週デートすることになった。ほら。そっちは？自転車買った。おお。病院に自転車サークルあって。え、忙しくないのかよ。もちろん忙しいけど、報道ほどじゃないわね。私たちはね。
箱根まで行ってきた。え、チャリで？うん、チャリで。90キロよ。もう死ぬかと思った。すげえな。で、温泉入って、ビール飲んで、楽しかった。次の日、筋肉痛で大変だったけど。冒険してるね。あれ？もう一個あるんじゃないの？いいニュース。ああ、そうそう。リオも来ることになった、そのデート。いや、千尋先生の誕生日でさ、うん、今週の土曜に。それで？何あげるの？まだ決めてないけど。まだ付き合ってないんだよね。うん。じゃあさ、あれ美味しかったな。フルーツパフェ大福。あー、誕生日プレゼントだぜ。もっと、なんかあるんじゃないの？その、アクセサリーとかさ。だってまだ付き合ってないんでしょ？だったらそのくらいの方がいいって。あれさ。あれさ、並んで買ってくれたんだよね。あの後、あまりの美味しさに自分で調べて買いに行ったんだけど、すごい行列で。まあ、水野さん。甘いの好きだって言ってたからさ。千尋先生、超甘党だし。あ、そうか。あの後。うん。絶対喜ぶと思うよ。うん、そうか。あ、リオにも買ってあげなよ。あの子も好きだから。うん。わかった。うまくいくといいね。いいニュースと、ちょっとよくわかんないニュース。何それ？リオは、千尋先生ならいいよって。おお、嬉しいような複雑な気分。まあ。で、うまくいきそう？大福は？ああ、超喜んでた。サンキュー。で、帰りにさ、告白したんだよね。リオも行ったんじゃないの？ああ、一旦リオを家に送って、その後送ってって。で、返事は待ってほしいって。まあ、リオのこともあるし。それがちょっとよくわからないやつ。そう。で、私の時どうしたっけ？はあ、行ったな、君の家。あれさ、なかなか嬉しかったんだよ。ロミオとジュリエットみたいな。もう40だぜ。やばいね。通報されるよ。でもワクワクするじゃない。マジ？しないの？まあ、しないって言えば嘘になるな。ゴーでしょ。マジか。ゴーでしょ。いや、でもさ、いいの本当に。何が？もしうまくいったらさ。あ、自信あるね。ここ、帰れなくなるよ。うん、まあいいよ。私が出たんだし。何か思い残すこととかないの？そうだな。あの曲聴きたいな。え？ああ、ちょっと待ってて。先生と練習して、俺も弾けるようになったんだ。
山のふもとのお地蔵さんは大福餅が大好きで、大福餅を供えた時だけ願い事が叶います。火事あるんだ。なんか弾いてたらいろいろ思い出したわ。今から行く。私も大福食べたくなったから落ちるね。離れてから分かることってあるんだな。Thank you.